当たり前だけどね効率の勉強なんでルールがあってそしてそのルールを要するに事実に適用して使い切れなければダメなんだよね皆さんこんにちは、えー、それではね、えー、フレームコントロール、えー、で基準点を突破する講座ね 不動産登記権の講義の方を早速ですね始めさせていただきたいと思いますこれ長いタイトルなんでねこれから略称してねエプコン不動産投機あるいはエプコン不登法という感じでこの講座をですね言うことにしますまず今日はね1回目というふうなことでもありますんで3つのことをですね最初にお話ししておきたいんですね1つは 講座の趣旨目的えそして、えー、2つ目はですね学習目標えそして、えー、3つ目はですね講義の方針ね、えー、この3つのですね、えー、まあ中身、えー、ちょテキスト外なんですけれども、えー、そのお話をおまずおさせていただきます、えー、1つ目のですね講座の趣旨目的のお点でありますけれども、えー、司法書士のお試験っていうのは 1>, えー、1年準備して、えー、勝負はたった7月の1日筆記試験の時だけですわね準備期間が要するに、えーまあ、最低でも1年間というふうなことなんでね要するに戦略型試験の典型というふうなことになる、ねえー、ですから司法書士の試験に合格するっていうのは作戦勝ちですよ えー、そういう意味がですね、えー、司法書士の試験にはあるんですという話になるねえー、それを踏まえますとですね司法書士になりたいやみくもにですねじゃあ勉強を始めればそれでいいかといったらそういうことじゃダメですよね。要するに いつ要するに、えー、何を対象にいつどういう勉強をするのかね作戦を立てて勉強をする必要がある、ね、そういう作戦のことをですね勉強戦略というふうに、えー、言っているわけでありまして「えー、書式の試験の勉強戦略ね」ね、えー、これは一体どういう感じで考えるのかでありますけれども。 組織、えー、の勉強戦略を考える場合にはですね、えー、司法書試験の構造ですねこれを踏まえなければあいけないという話になる、ねえー、司法書試験の構造ってどうなってますかっていったらこうなってるよね。に、え、に、ー、にもも要するに期日にも ねまあ、何も要するに説明せずに今「書式の試験」って言っちゃったんですけれども、えー、筆記試験の午後に行われる記述の試験はですね「えー、書式の試験」というニックネームで、えー、言われております、ね、記述式の試験がイコール書式の試験だ、えー、こういう感じで、えー、これを捉えて、えー、いただければいい、まあ、いずれにしろ卓越でもお書式でも基準点があるんで。 えー、基準点を超えなかったらですね総合点がどんなに高得点でも、えー、合格はできませんということが初めからですね、えー、宣言されてしまっているですからまず皆さんがやるべき勉強はですね第1段階として基準点をクリアする、えー、そういう勉強をやるんですという話になる、ね、そしてこの基準点がクリアできたらですね 第二段階として、えー、基準点から合格点に点数を積み増していく、えー、そういう勉強ねいわゆる、えー、ブラッシュアップして要するに合格点に至るようなそういう勉強を第二段階として、えー、やってい、えー、くのですという話になる。ね今ね、えー、書籍の勉強,書籍の勉強に本格的に取り組むというふうなことなんで。 1> 第1段階の勉強が、ねえー、問題になって、えー、いるわけでありまして第1段階一体何を勉強するのかでありますが、えー、これはこうですね昭和58年からですね、えー、今年、えー、平成、えー、30年まで出題形式は「連見申請」ですと「連見申請ってどういうものですか?」って言ったら定義的に言うとね 連携申請というのは複数登記を同時申請するんだけれども申請人がその複数登記に順序を付すね、えー、そういう申請の方式をですね連携申請というふうに言、えー、うわけでありますねこの連携申請において要するに申請の個数順序の判断を間違っちゃうとどういうことになっちゃうかでありますけれどもまあ当然のことながらね 回答欄を間違えるということになりますんでね、えー、どんなに立派な内容が書かれているとしてもそれは0点ですよという話になる、ね、そんなこと現実に起きるのかでありますけれども現実に起きました、ね、これが平成20年の0点事件です、ね、平成25年からですね 不動産登記の要するに連携申請は個数順序ともにですね非常に厳しい問い方になってきておりますですから第1段階で一体何をやるんですかっていう話になったら申請の個数順序をですねきちんと決められるそういう勉強をやらないと駄目ですという話になるね それはそうですよ要するに、えー、それ以外の勉強がどんなに進んだあところで要するに乱ずれして0点になっちゃったら基準点なんてのは当然に達成できませんというふうなことになっちゃうね。だから第一段階からですね、えー、一番革新的な要するに部分ね、えー、そこに論理化と言われる部分の勉強をですねやるしかないのです という話になるちなみにね、えー、書籍で皆さんがなどういう,う、まあ、作業を勉強することになるかといったら記号かかかパターンか論理とということなんです、ね、俗に、えー、要するにひな型を覚えましょうなんていうことを、まあ、言うことが仮にあったとしてですねそれはどういう勉強を要するに要求してるのかといったら記号かパターンかね。 要するに、えー、単純に書き方の問題じゃなくてパターンごとに書き方を覚えてったら「それは覚えやすいよね」ねいかにもそれはねいいですかいかにもそれは書式の勉強してるなっていう感じのイメージになりますでもそんなことを要するに、えー、ものすごく精度が高くできたってまあ書式言ったら何の役にも立たんのがですね「連携申請」の現実です。 要するに申請の個数順序の判断を間違っちゃったらアウトなんですから、ね、0点なんですから基準点なんか全然要するに達成しませんというふうなことになっちゃうんですから、ねえー、皆さんに勉強して、えー、いただくのはですねフレームコントロールの知識を勉強していただくんですがそれはどういうものなのって言ったらね答案の フレーム枠組みですねこれを、えー、設計する、ね、ドラフトするそういう知識のことを、えー、フレームコントロール、ね、ただ長いんで、えー、略称でね「えー、F コン」というふうにですね、えー、言っているわけです。コ、ね、ンどういういものがな中身的にはありますかというふうに言われたら。 2、えー、つの中身があるんですというふうにイメージしてください、ね、一つはもうさっきから言うずっと言ってるようにね申請の個数順序をですねコントロールするそういう知識ねこれをねフレームコントロールでは全体フレームの判断というのをですね勉強することになるんですよという話になると同時に。 それだけを勉強するんじゃなくってね連携申請ってのは例えば要するに ABC と3つの要するに登記をですね申請人の要するに決めた順序に従って申請をしていくというふうなことなんで ABC 要するに連携申請を構成している個々の登記ね個々の登記のフレームもやっぱり問題になる。これをね 個個別別フフレレーームムあるいいいは個別フレームの判断とううふうに言います要するに皆さんがこれからね何を勉強するのかっていったら個別フレームの判断ができるようになる、えー、それと同時に全体フレームの判断ねそれができるようになる、ね、そういう勉強を まあこれからですね、えー、やっていくことになるんですというのをですね、えー、頭に入れておいてください要するに、えー、講座の趣旨目的はそういう勉強をする、えー、その講座なんですよってことなんです。